日立グランデシャミネ、A、FC は、茨城県日立市をホームタウンとして活動する、社会人、サッカークラブで、日立市初のクラブチームである。1974年に、現在、日立市サッカー協会会長を務める伊藤、和彦によって、伊藤クラブとして創設。クラブ名の、伊藤は、この伊藤市に由来する。1998年に、茨城県社会人、 サッカーリーグ2部で優勝し、茨城県社会人、サッカーリーグ1部に初めて昇格したことに伴い、クラブ名を現在の日立グランデシャミネー FC へ解消。グランデシャミネーとは、フランス語で大煙突という意味で、日立鉱山の大煙突にちなんで命名された。ちなみに、クラブ名は日立グランデシャミネー FC であるが、なぜか日立グランデシャミネー。 伊藤等と表記されていることがある。1998年の茨城県社会人、サッカーリーグ一部初昇格から11年間在籍し続けたが、2008年にリーグ再開となり二部へ降格、以降、一部と二部を行ったり来たりするエレベータークラブとなってしまった。ありがとうございます。